とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー第3章攻略、やってます。今日は26回から30回クリアまでやっていきますね。今までの攻略もありますので、そっちのチェックもよろしくお願いします。なんて言ってんだ。まあ、ではね、26回行きましょう。行く前に、まあ、毎回言うんですけども、ゴーレムは更新していきましょう。アーティファクトをゴーレムに合わせて交換、そしてキャンセルをすると、ゴーレムが更新されます。HP がね、元に戻るということで、絶対するようにしてください。これがないとね、ゴーレムの HP がミリの時とかあるので、注意してくださいね。では、26回、いきます。ここなんですけども、毒のレイスに要注意です。毒レイス多いですよ。多いのでとにかく注意です。おいおいおい、動いてくれ動いてくれ。普通のレイスはいいけどね、あれがね、毒に変わった時にものすげえダメージもらうようになるので注意してください。で、極力レイスたちがいっぱいいるところには、自分から突っ込んでいかないようにちょっとずつ前に行くっていうのがいいと思います。あぶね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 。愛のメダルもちょっと間に合わなかったんで、よかった。オッケー。ゴーレム動いて。ゴーレムが全然動いてくれない。どうしたゴーレム。たまにあるよね、なんかゴーレムがこんなデクの棒になるときって。いけ、よし、あぶねえ、よし、オッケー、あぶねえよ、オッケーかな。もう少しレイスがいますかね。もういないか、もういないかな。とにかく最初の方にもうレイスばっかりだからね、レイスの毒にはマジで要注意です。うん、もう気づいたらやられてるっていうこともあるんでね。もうとにかくレイスがいっぱいいるところには自分からはいかない。うん、できるなら 2,3 体ずつ処理していった方が安全です。で、クリーパーはまあ間に合うんであれば、愛のメダル、間に合わないならばちょっと後ろに下がってゴーレムに任せる、そういう風に立ち回ってください。クリアです。で、ここ何もいりません。そのまんまでいきましょう。で、エンチャントを入れていきます。虚無だね。虚無を3にしてください。そうするとダメージが300%、4倍だね、になりますので、弓がだいぶ強くなります。で、ここ、毒爆弾が2箇所あります。まず一番手前にあるやつ。これをね、まず最初に起爆しとくようにしましょう。近づいて後ろに下がるといいです。あれ食らっちゃうとワンパンで死ぬので、注意してくださいね。で、基本的に、ここで戦います。基本的にこの辺。で、敵が来たら、愛のメダルを使って倒していく。いいかな。で、上にエンチャンターもいるんで、そこをうまいことゴーレムを使って、処理していってください。あー、落ちちゃった。まあ大丈夫です、大丈夫です。あ、うわー。いや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 、まさかここで死ぬとは思わなかった。まあちょっとボンミスです、すいません。基本的にここで戦う感じですね。で、最初愛のメダルで仲間にするのがちょっと少なかったんだよな。最初からこっちに行って上を処理していくと後々楽だったんだ。はい、行くぞ。
で、このね、紫の場所には、基本的に近づかないようにしましょう。あれに入ると、ちょっと虚無になっちゃって、ダメージがすげえ増えるので、注意してください。敵の数はここそんな多くないので、もう終わりかな。あとは、上のあいつらを倒しておしまいですね。自分が虚無にならないように注意してください。終わったかな？はい。で、ここと、もう一個上のところね。ここに毒爆弾があるので、まずここは近寄らないようにしてください。あれ当たるとワンパンで死ぬので、まあ基本この辺だけで戦っていけるんで、あそこに近づくことはまあないとは思うんですけども、あそこは、注意してください。まずスタートすると、ここのね、毒爆弾を処理して、で、あとは、まあ、この辺だけで戦っていく。で、エンチャンターは早めに処理ということを心がけてくださいね。では、ちょっと、ボンミスしちゃったんですけども、クリアです。28回。ここの報酬いりません。で、ここが、ちょっと難しいです。あ、ちょっと俺忘れてたんだけども、ゴーレムはちゃんと更新していくようにしてください。ゴーレムの HP がマックスと、中途半端では、ちょっと難しさが変わってくるんで。で、これを先に行くと、小さな四角形の場所があります。そこにゴーレムを呼んで、エンチャントかけてください。基本この中で、やった方がいいです。あぶねえ、風使いがいるんで。とりあえずこの中を、まずは処理。だね。で、いつもと同じく、自分は、極力、前には出ず、ゴーレムに頼ってください。あ、ゴーレムと、あと愛のメダルだね。に頼るようにしてください。もう極力前には出ない。うん。もうそれが一番よ。あ、ちょっと待って。まあいいか。ゴーレムが、ちょっと HP がね、マックスじゃなかったんで、やられたんですけども、マックスだったら、多分、やられることもないと思います。で、基本的には自分は、先には行かずに、愛のメダル。クールダウン2がついてるので、回転もそこそこ早いと思います。もうそれに任せちゃいましょう。終わったかな？もう、あれ？あと1体ぐらい。あ、いた！はい。もうここもね、ちょっと敵が多いので、要注意です。うん、今は、今回のは、ゴーレムを、更新し忘れてたんだけども、ゴーレムは必ず更新して、この中で召喚、そしてエンチャントしてください。そうするとこの中で結構10体ぐらい湧きます。クリーパーも湧きます。それも全部、処理してくれるので楽ですね。で、あとは出てきて、まあ、愛のメダルをこの辺で使うと上の奴らが仲間になります。で、そいつらで徐々に先に詰めていって、自分は後ろの方から愛のメダルとエンチャンターの書で後方支援をしながら、少しずつ前に進むようにしてください。自分からぐっと前に行ってしまうとやられてしまうので、極力後ろの方で支援をする形で、戦っていきましょう。で、ここ、まあ、別に必要ではないとは思うんだけども、こっからはクールダウンは別にそこまで必要じゃありません。なので、スケールメイルに俺は変えます。まあ、そのまんまでもいいとは思うけどね。まあ、HP が3000ぐらい変わるので、一応俺はこれでいってます。ポーションバリアと、雪玉ですね。33していってます。で、残りは、アンチャンティングとテンポセットに振る感じですかね。で、今の、エンチャントはこれです。吸血3、
アンチャンティング3。確かね、ボスにダメージが、増えたと思うんだけども、でも武器は使わないのよ。今回のボス。ザコには使うけど。ボスには使わないんで、まあ意味はないんだけどね。まあ一応入れてます。で、スケールメールはポーションバリアと雪玉。で、ベビークロスボウに虚無とテンポセフト3。です。で、この金細工で、ベビークロスボウ、攻撃力を上げましょう。何が出た？ああ、ボーナスショット。まあ、そこそこいいやつが出ましたね。では、行きましょう。邪悪なレイスだったっけ？あいつですね。これ基本的には、ゴーレムです。ゴーレムが、盾となって、うまいこと戦ってくれます。自分は、この、周りの敵をとにかく早く処理することだね。であとはレイスに弓で攻撃で極力ね離れて攻撃した方がいいです。でこの自分の目の前にゴーレムを置くこと、ゴーレムがうまく盾になってくれて全くダメージを受けません。でこの距離を空けておくっていうのがあれだね、弓の巨大化がついてるのでダメージが上がります。さあダメージが上がるのでおすすめだね。はい、もうちょっとでおしまいだね。でこうなったらゴーレムが盾になってくれるので大丈夫です。うん、まあ今までのボスの中でも一番弱いぐらい簡単な、30回のボスですね。はい、特に問題ないと思います。クリアです。何が出る？しょぼいな、相変わらずしょぼいな。うんうん、全部いらん。まあ、つるばずるぐらいにしときましょう。はい、ということでタワー第3章攻略やっていきました。今日は26回から30回でしたね。また前の動画で1回から5回、5回から10回、10回から15回と5回刻みに攻略をやってます。そっちのチェックもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。